シャルル・ド・ブロワは、フランス王国の貴族。シャティオン家出身で、ブロワ博義一世とシャティオンとマルグリット・ド・バロワの子。マイエンヌ男爵、ギーズ領主であったが、ジャンヌ・ド・パンティ・エーブルとの結婚によって、パンティ・エーブル博とブルターニュのベリストルにもなった。1337年6月4日、パリにてシャルルは、ジャンヌと結婚した。 ジャンヌはパンティエーブルハクギーの娘で、ブルターニコージャン三世の名、アルティール二世の孫娘に当たった。結婚の条件は、シャルル・ドブロワが、このないジャン三世の後継者となって、行位を継承することだった。ジャン三世は存命中に、自分の後継を明確にしなかったため、1341年の彼の死によって、二杯に分かれて競争する23年間に、 及ぶち生臭い戦争が引き起こされた。コンフランの裁定により、フィリップ6世は、老い、シャルルをブルターニュ摂政にして、ブルターニュ公であると認定し、彼の忠誠を受け入れた。ほとんどの領主や男爵らが自分たちの主権者の相続人シャルルに対して、忠誠を誓わなければならないが、ジャン3世のイボ帝で、ジャンヌの叔父ジャンドモンフォールは、 自らが広告の継承者だと主張した。1341年10月、シャルルはノルマンディ公にして、フランス王位継承予定者ジャンと共に、ジャンド・モンフォールに対して広告への権利を主張すべく、進軍した。1344年、シャルルはカンペールを攻略したが、3年後の1347年6月18日、ラ・ロッシュイコールデリアンの戦いで、 イングランド軍の捕虜となった。彼がロンドン島に投獄されている間、妻のジャンヌ・ド・パンティエーブルがジャンヌ・ド・フランドルとの戦いを続けていた。イングランドでほぼ9年間囚われの身であった、彼は1356年8月10日に釈放された。釈放にあたって70万フローリンの身の白金支払いを約束させられているが、彼が戦死する前に一部の支払いが行われている。 この長い戦いの間に、時のフランス王は、ブロワ側を支持し、イングランド側は、モンフォール側を支持した。戦争開始から23年経った1364年9月29日に、シャルルは、オーレの戦いで戦死した。これがきっかけで、翌1365年に、ゲランド条約が締結、ジャンド・モンフォールの息子が、ブルターニュ・コージャン4世と認められ、 彼の家系であるモンフォール家が継承、後継者が絶えた場合は、シャルルとジャンヌ・ド・パンティ・エーブル夫妻の子孫に移ることなどが決められた。ロンドン島に投獄されていた約9年間の彼の献身のため、1904年にシャルルはカトリック教会から列服された。ジャンヌ・ド・パンティ・エーブルとの間に以下の子を設けた。ありがとうございます。